はい、どうもリンゴです。先日ハリコン24が開催されましたね。今回はエドワード・ファーロング、ザック・ギャリガン、ジェームズ・ジュード・コートニーの3人が来日されました。僕は今回仕事で行けなかったのですが、行かれた方々のレポや感想を見て楽しみました。ハリコンはコミコンのように撮影会やサイン会が行われますが、コミコンと異なる点としては、コミコンよりも雰囲気ゆったりした感じで、セレブと交流する時間がしっかりとあるのも特徴ですよね。会期中に公式からも次回以降のセレブの匂わせもありました。これはネトフリの実写ワンピースからゲストが近いうちに来るのではないかと思っていますが、どうでしょうかね。ぜひとも実現してほしいです。で、今回は東京コミコン2024のゲストが公式から発表されたので話していきます。スターウォーズからゲストが3人発表されました。まずジョン・ボイ映画ですね。スターウォーズではシークエル3部作でフィンを演じていたことで有名ですよね。大の日本好きというか、日本の漫画やアニメ好きで知られていると思います。ジョン・ボイ映画は海外のコミコンでもほぼ見かけないので、今回かなり珍しいと思います。今年のニューヨークコミコンにはゲストで来るみたいですが、なかなか撮影会とかサイン会される俳優ではないんですよね。チケット価格はいくらぐらいになるんでしょうかね。まあ、ニューヨークコミコンで100ドルぐらいなので2万円前後なのかなと個人的な予想です。次にクリストファー・ロイド。バックトゥーザフューチャーのドクやアダムスファミリーのイメージが強いんですが、マンダロリアンシーズン3でゲスト出演されております。ロイドさんは今年の大阪コミコンでも来日されておりますし、東京コミコンは3年連続参加となります。無理はしないでほしいですが、今年も来てくれて嬉しいですよね。チケットはいつも通り2万5000円前後かなと思います。最後にダニエル・ローガンですね。ダニエルは東京コミコンの親善大使なので、今回も無事来てくれて嬉しいし安心しますね。ということで、今回はスターウォーズから3人ゲストが発表されました。今のところですね、3人、まだまだ増える可能性もあると思います。現段階では7人のゲストが発表されていますね。マーベル、 DC、 スターウォーズのゲストと来て毎度存在するハリポタ枠ですね。まだハリポタ枠が来ておりませんね。今年は誰が来るのか、はたまた来ないのか。僕は映画で一番好きなコンテンツがハリポタなので、こちら非常に期待しております。コミコンまであと2ヶ月ですね。そろそろ怒涛のセレブ発表、そしてセレブチケット販売開始が来そうな予感がします。震えて待ちましょう。また更新があり次第動画で話します。じゃ、またね。